不評争点とは陸軍における不評の運用について示したマニュアルである。不評争点は、不評として要求される、行軍、戦闘時の陣形、火器や各種兵器の取り扱い、など不評に必要な戦闘技術を標準化、体系化した上で、誰でもわかるように図解入りで解説している。不評争点が編纂されるようになったのは、近世に、グスタフ二世が、それまで、 曖昧だった陸軍の軍勢を標準化して合理化を図ろうとしたことに起因するものであり、各国で独自の発展を見せた。米軍は多彩な人種、教育レベルの人々が集まって構成されてきた歴史を持つため、その野戦教本からは難解さや抽象的な表現が徹底して排除されており、プラグマティズムの集大成とも言うべき内容となっている。 1> 第1次仏軍軍事顧問団による幕府陸軍風評の訓練風景1868年第2次仏軍軍事顧問団のメンバー1872年仏軍軍事顧問団により建設された市ヶ谷の陸軍主管学校1874年日本における争点を用いた風評訓練は高島周藩により戦列風評方式の風評運用を含む 乱式軍政の導入が試みられ、1834年には、長崎警護の任にありフェイトン号事件を経験していた佐賀藩がこれを導入したことが始まりである。その後、幕末、維新の動乱期に、各藩で洋式軍政の導入が試みられた際には、欧州各国の不評争点が重要な情報源となり、多くの洋学者、兵学者はこれを研究して、 自らの流儀としたため、日本における軍事研究とは長らく不評争点の翻訳と同義であった。また、後に欧州人軍事顧問に直接指導を仰ぐ際にも共通認識を得る土台として、イラスト入りの不評争点が重要な役割を果たした。廃藩置県が完了するまでの間、日本国内の各軍は様々な軍勢が導入されていたが、大まかな区分として、 新政府内の旧長州藩部隊では乱物式を混成させた大村増次郎の独自体系を導入しており、旧薩摩藩では英式の体系が旧幕府諸軍には乱仏英の格式部隊が混在し、最後発ながら、薩長を脅かす大勢力に成長した旧紀州藩のみが広志式を採用している状態だった。1871年に、 薩摩の西郷隆盛と長州の山形有友が協力して御神兵が創設されると、その平成は薩摩の英式とされたが、御神兵は間もなくこの上に改組され、日本における英式不評部隊は極めて短命に終わった。1872年に一般人を対象とした徴兵による日本陸軍が誕生するが、これを指揮する士官たちの出身は様々であったため、 最大公約数的に物資式が採用され、フッツ陸軍不評争点と、第二次仏軍軍事顧問団の仏軍人たちによる指導が始まる。日本陸軍の公的記録の中で、不評争点について記されている、最も古い記録には、1872年表武将によって1870年版、フランス陸軍不評争点が採用されたことが記されており、 ついで1874年には、陸軍省によって1872年版の同総典が採用、出版されたことが記録されている。その後、1876年に総典が改定されたことが記録されているほか、1887年にも1884年版、フランス総典に類似したものが発布されたとされる。1889年に大日本帝国憲法が、 発布され、日本は近代国家としての定裁を整えた。憲法を作成する過程で、欧州各国の研究が進むと、日本が目指す近代国家の導入モデルは、共和制のフランスから君主制のドイツへと背にして行った。1885年に来日したメッケル参謀少佐の影響を強く受けた、日本陸軍は、1891年に発布された、点では、 独立軍の不評戦術が取り入れられた。この装填は、ほぼ1888年版独立軍装填のコピーであり、この装填をもって、主制的な賃貸運用から公正的な手段運用へと転換し、日清戦争での成功を導き、太平洋戦争の終焉まで、日本陸軍の不評は、独式で運用され続けた。また、この時期に、欧州諸国の不評部隊で、 連発式小銃が本格的に採用され始めており、各国の不評争点はこれに合わせて改定され始めた。1898年には日清戦争の戦訓及び30年式不評銃の採用による変更から改正され日露戦争を迎えた。残豪陣地や機関銃といった新しい軍事技術の前に苦戦させられた日露戦争での戦訓や、 県軍以来蓄積された日本陸軍独自の戦法やノウハウを盛り込んで、1906年に蒼天草案が作られ、1909年11月8日に軍令陸第7号として蒼天が制定発布された。この1909年改定版から以降、日本陸軍には欧米からの翻訳に依存しない独自体系の運用が追加され始め、 争点の文章も著しく異なったものとなっている。第一次世界大戦の勃発は、不評戦術に多大な変化をもたらすこととなった。従来の三回戦闘方式は破棄され、各国では戦闘軍、戦法などの新戦術が採用された。これらの変化を研究した日本陸軍も争点改正の必要に迫られ、1920年、総案。 1923年草案、1928年争点が相次いで制定され、軽機関銃や重機関銃、不評砲、敵弾頭などを後半に導入し、従来よりも比較的素惨な体系を用いた疎開戦闘法が採用された。その後、満州事変での戦訓や日本陸軍最大の仮想敵とされた大疎不評戦闘の研究成果を盛り込み、 戦闘軍戦法を採用した1937年総案が発布され、1940年に最後の不評争点が制定されたが、争点が制定されるまでに超古本事件、ノモンハン事件が発生すると、日本陸軍の大祖戦準備は現実から有利したものであることが明らかになっていた。これ以降、日本陸軍の不評争点は大東亜戦争終戦に、 至るまで改正されることはなかった。ベトナム独立戦争を戦うベトミン軍のために、伊川少省佐によって翻訳される。昭和15年改定の不評争点では、以下のような構成になっている。ありがとうございます。